酷訴せずは、松本清張の長編小説。週刊朝日に、黒の挨拶第一話として連載され、過失の上、1974年2月に公文社から刊行された。酷訴できない犯罪を利用し、解体金と共に蒸発した男の転生計画を描く、長編クライムサスペンス。1975年に、東方系で映画化されている。 総選挙の行われている最中、北に正午は、議定の代議士、大井奉太が非公式に入れていた、違法な出所の選挙資金を抱え、逃走した。北にを告訴しても、それは、大井奉太の選挙違反の暴露を意味するため、警察も立件することができない。勝利を感じた、北にだったが、逃避行を続ける間に、温泉旅館の女中、押野から高崎市近くに今するヒレ神社の、 穀物の出来高に関する新託がよく的中するという話を耳にする。か主から今年のあずきは強作という作戦を受けた北には資金拡張のため福山誠作りの偽名を使いあずき相場への投資を始めた。追跡者の影に怯え、また相場動向への一喜一遊が続いたが、作戦通り勝ち逃げに成功し新しい商売も無事始められるように思われた。 だが、商品先物取引の関連会社が集積する、日本橋柿柄町周辺原作における設定を、記述。北に正午岡山県、三正坂地方の A 市で、駅前に大衆食堂を開いていたが、規定の多い方太にこき使われ、妻の春子からも馬鹿にされる鬱屈した日々を送っていた。保守党派閥の裏金の受け取りのため東京に派遣されていたが、その帰路、 金と共に蓄典する。46歳。教えの群馬県水上温泉の旅館で面白み海無の女中人生を送っていたが、北にの誘いを受け同棲、福島県白川でのモーテル運営を夢見る。本名は浜島市の小柳和夫日本橋柿柄町で穀物仲買いを行っている平泉物産の外務家副課長。 小豆相場に関する申し出を受け北に担当の係となり、相場の動向を随時報告する。大場平太郎平泉物産に出入りし、相場に手を出している老人。今ではすっかり冷落したように見えるが、戦前は立憲声優会の院員団として活動していたとされる。防一流会社の課長をしている息子から小遣いをもらい、細々と相場をやっていると自称していたが、 その裏では、大井宝太岡山県、警軍を地盤とする保守統計大義士。妻は、北谷の妻、春子の妹。うだつが上がらない義兄を小馬鹿にし、派閥の裏金受け取りの使者にするなど便利に、使っていたが、選挙資金として受け取らせた三千万円を持ち逃げされる。党の選挙は、苦戦が予想されるも、なんとか当選する。一時北谷が、警察に確保され、 紹介を受けるも、資金のことは否定せざるを得なくなる。三岡虎太郎大井の側近で、選挙参謀。地元の暴力団と関係を持つ。本業は、ハムとソーセージの製造会社の社長、山あ森太郎平泉物産の営業部主任。平泉物産に入ってきた北荷に,に最初に対応する。小ず先物取引をよく知らない北にに、初歩的知識を教える。 森山博之白川の不動産屋、正子商事の社長。五十過ぎの血色の良い、特等の男で、人当たりが良い。営業まで払っていたため、モーテる用地を物色していた北にらを連れ、自ら周辺を案内する。1975年2月1日公開。制作は、芸園者、東宝映画。配給は東宝。現在は DVD 化されている。 どてらい男、ありがとうございます。